なんだおめえか。んいやー、留守番ばっかだと体がなまっちまってよ。トランクスのやつがオラリーダーなんで、ここでじっとしておくのも大事な仕事だって言うんだけんだよ。叩きたくてうずうずしちまってよ。長官からの通信です。どうした？ご苦労と一緒か。メキシコ地域で J フォースがベノムズと交戦中だ。至急救援へ向かってくれ。よし、いよいよオラの出番だな。いや、悟空には別のミッションを頼みたい。行くぞ、ついてこい。おい、待て。はあ、いろいろと頼んだぞ。お前、レプリカだろ？助けに来たぞ。悟空のおっさんか。悪いな。こいつは本物なんか？いや、こいつは偽物だ。本物のトグロはこんなもんじゃねえよ。そんなにすんげえやつなんか？一度戦ってみてえな。悟空のおっさんらしいな。でもまずは目の前のこいつをぶっ倒さねえと。そうだな。ユウスケ、行くぞ。少し強くいくぞ。偽物なにタグなやつだったな。驚いたぞ。悟空のおっさん、まだいけるか？あ、もちろんだ。なんだあれ。うわあああ危ねえ。レイガン。ユウスケ、クソーく。うわ人の心配してる場合じゃねえみてえだな。まだいけるだろ、悟空のおっさん。あ、もちろんだ。おやおや、あなたは。レプリカたちには孫悟空を孤立させるように言っておいたのですが。ままならないものだ。まあいいでしょう。あなたとは以前お会いした気もしますが、再会の挨拶は不要ですね。君ではどうあがいても私たちにはかなわない。抵抗は無意味だ。生かしておけば使い道もあろうが、私の存在が J フォースに露見するのもいささか都合が悪い。ではアイゼンさん、共闘といきましょう。最も戦いと言えるものになるかは疑問ですが。さあ、楽しい宴を始めましょうか。やろう。何事か。行きますよ。行きますよ。行きますよ。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。クソ。行きますよ。行きますよ。なんだと。これは意外ですね。虫けらと思っていましたが、多少は成長したようだ。ですがその程度ではね。大丈夫か。あなたは確かガーラとかいう。行くぞ。せっかちですね。では行きますよ。はっ。行きますよ。バカだ。くらえ。任せろ。くらえ。つきますよ。何。はっ。くらえ。二つならどうだ。行きますよ。下がってもうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。そこだ。2つならどうだ。これほどとは。なるほど。君たちの実力は分かった。フリーザ、時間だ。これくらいでいい気になるなよ。大丈夫か。おや、皆さんお揃いで。残念ですが今日のところはここまでです。フリーザ、次こそはおめを倒す。そうですか、それは楽しみです。ではごきげんよう J フォースの皆さん。大丈夫か？おめえ本当に強くなったな。あのフリーザと戦ったんだろ？ナイスガッツだぜ。敵の動きも気になるが一旦アンブラスベースに戻った方がいいだろう。久しぶりに暴れたら腹も減っちまったしな。目障りな連中、特にあの子、脅威になる前に排除した方が良さそうね。そう心配するな。奴はただの元人間だ。この俺とは違う。自らを善だと信じてるんだはず。正義や希望などといったくだらない言葉にすがる弱者たち、お前たちに教えてやる。頂きに立つ強者こそ善悪を定めることができるのだ。この鬼キスネックで俺が世界を作り変えてやる。みんな集まったようだな。すでにみんなも気づいていると思うが、ヴェノムズの陰で目立ってはいなかったジャンプ世界から現れる敵の動きが活発になってきた。メキシコ地域ではあのフリーザがアイゼンと名乗る男と共闘していた。それは本当か？アイゼンは君たちと同じ世界のもののようだな。ああ、アイゼンのやつ、何を企んでやがるんだ。彼らが共闘している目的はわからない。だがレプリカを利用していたことから考えて、ヴェノムズの指揮官カインと関係しているかもしれない。カインって言えば、あの姉ちゃんが持っていた黒い本はどうだったんだ？あの本についてはまだ解析中だ。はっきりしたことは言えんが、現実世界、ジャンプ世界、どちらのものでもないことは分かった。本を持っていたアンジェラの回復を待つ必要がある。彼女の記憶が黒い本の謎を解く手がかりになるかもしれない。彼女のケアはこの俺に任せてくれ。3時の飯を食えばすぐに元気になんだろ。いずれにしろあの黒い本の力について知るには情報が足りない。引き続きみんなにはヴェノムズの動向に注意してもらいたい。各地から救援要請が続々と届いています。早速来たってばよ。オラたちの力見せるときみてえだな。お前ら行くぞ。リュウク、よせ。驚かせてすまない。こいつはリュウク。見た目はこんなだが、危害を加えるようなことはしない。リュウクのことは気にしないでくれ。君に声をかけたのは他でもない。あの、アンジェラという女のことだ。彼女を救出したメンバーの中に、君がいたと聞いた。何か話を聞いていないか？どんな些細なことでもいい。あの女が持っていた本にはきっと重大な秘密が隠されているはずだ。よう、どうかしたのか？何でもないですよ。少し聞きたいことがあっただけなので。アンジェラのことか？そんな名が聞こえたが。ええ、ベースキャンプ内では話題の女性ですからね。うん。それじゃあ僕はそろそろ。呼び止めて悪かったね。